はい、一芸ラジオ、りょうです。よろしくお願いします。山口です。よろしくお願いします。今回ですね、はい、まあ歴史になってくるんですけど、はい、まあ大好きな人も多いと思うんですが、新選組。大好きですね。いや、大好きですね。うん、僕もその細かいところまでは詳しくないですけど、やっぱ映画とかもやれば見に行くし、うん、大好きなんですけど、まあその辺をちょっと説明がてら語っていきたいなと思います。まあ、ちょっと山口さんがだいぶお詳しいので。新選組って結構いろんなとこは舞台化してるよね。そうですね、うん、あとこう、まあ、演劇でもすごくやる盾って言ったらやっぱ新選組やりやすいですし、うん、はい、ですし、まあ、映画でもこの前なんかあの NHK でもね、うん、カトリ君がやってましたけど。そうだね、はい、でももう5年ぐらい前か。そうですね、前ね。あれでも評判良かったですね。あれ評判良かった。なんかすごく三谷さんが書いてるしね。あ、三谷幸喜が。そうですね、あのギャグのない三谷さんの。まあ、ところどころ入れてたんだけどね。まあまあそうですね。セイザーカモが、はい、あの鳥かごに入っちゃうとかね、そういうちょっとひどいですねそれ。で佐藤浩市が、はい、なんだよカモは鳥かごに入れってことかよみたいなことをセリフで言わせたりとか。うわギャグは一切ないって三谷幸喜言ってんだけど、絶対ギャグっぽくはやってんだよ、はい、そうですね。まあ佐藤浩市も多分ギャグ好きでしょうからね。好きだからね、はい、その後の作品見てもだいぶ好きだもんね。そうですね。そうですね、まあそんなんもあって、うん、あのいろんな方がいろんな形で新選組を表現しているので、うん、実際どうなんだっていうのがまあ分かりにくいじゃないですか、うんうんうん、あの最近だと映画でね「るろうに剣心」でもちょろちょろ出てきてますし。そうだね、実際どうなんだっていう、まあ、さっきちょろっと話してましたけど、うん、あの「るろうに剣心」で言えば斎藤一が、うん、一応あの漫画の中だと「ガトツ」っていう技で、まあ、月のスペシャリストだという設定で出てるんですけど、うんうん、あれがまあ実際のとこどうなんだっていうのを。実際のところもやっぱ月を得意としてた人ではあるみたいなんだよね。ああ、じゃあそういうのがまあ残ってはいるんですね、うん、でまあそこからモチーフを取ったのだろうと。ただどこまでその月が得意だったかっていうのはわからないけど、もともとその新選組っていう人たちが存在したって どうだったっていうのは、なぜこう今の世の中に伝わってるかっていうと、もともとその新選組の人たちっていうのは結構な人たちがまあやっぱり戊辰戦争とかで亡くなっていくわけだけど、はい、二番隊隊長の長倉新八っていうのがいて、はいはい、長倉新八が、まあ、生き残ったんだよね。ああ、そうでした。一番最後まで。そう、一番最後まで生き残った。あのね、なんかいろいろありますね。そこ仙台とかあっちの方の戦いに行った時にはぐれて、はい、結局生き残っちゃったんだよ。あ、で、はいはいはい、新選組の要は、副長と、はい、長近藤勇と土方歳三の墓を板橋区のありますね、うん、駅前に、あそこでね、板橋の形状で近藤勇は殺されたんだけど、 あそこの、お参りするようなところを作ったのは長倉新八なの、はい、あ、そうなんですか。そう、へえ。せめてその新選組の局長を祀らせてほしいっていうことを戦後、はいはいはい、働きかけて作って、はいはい、で新選組とはこういうような人たちで、うんうんうん、こういうような皇帝で戦ってたんだっていうことを後世に伝えたのが長倉新八だ。あそこも石板でなんか書いてありますよね、すごく。うん、書いてある書いてある。まあ、なかなかの板橋駅行かれる方少ないと思うんですけど、JR の埼京線で板橋っていう駅がありますんで、降りてもすぐ分かりますね。板橋で降りるんだけど、はい、あそこの土地は北区かなんかなんだよ。ああ、板橋区ではない。板橋区ではない。板橋駅が一番近いんだけど。はいはいはい。ちょっと微妙なんだけど。微妙ですね。まあ板橋駅降りて線路沿い行くともうすぐ、まあそんな大きくないですもんね。そう。こじんまりとあるんですけど、すっごい雰囲気ありますね。すごい雰囲気あるしね。はい、あれ長倉さんが作ったんですか。長倉新八が作った。へえ。元々あそこにその終わった後に終わったってその要はそんな軽く言わないでください。刑を執行されて何年か経った後にいた時にものすごく寂しいような本当にもう腹っぱみたいな感じで、こんなところでその近藤勇っていう人の人がただ一人死んでったっていうことを、寂しすぎるんじゃないかっていうことで、あそこにああいうのを作ったんだ。あれ、長倉新八は公衆じゃなかったんでしたっけ。その殺されたんではなくて、うん、もう最後真っ当に最後真っ当に生きて寿命で死ん
ったっていう形になってるんですかね。なんかね、新聞社が誰かの新聞社の、ね、記者かなんか何新聞だか忘れたんだけど、はい、それの取材を受けてその回顧録みたいな形で書いたんだよ。はははは、うん、あ、じゃあ、まあ、罪には問われなかったわけなんですね。そうで、おじいちゃんでなんか孫とかともうこう一緒にインタビューとか受ける機会あったんだけど、はい、ものすごいやっぱり厳しい人だったらしくて。あ、なるほどね、まあ、だから新選組のその一つ歴史っていうのは長倉新八のその回顧録、はい、これ図書館とか行ってまだあるよ。マジですか。俺も一回ね新選組の話書いたんだけど、はい、それはちょっと参考に読んだ。多分ものすごい難しいでも生ですよね。生生、うん、本当に新選組だった人が書いてるわけですもんね、うん、ただその他の生き残りの人たちも、いや長倉さんのあの書き方はちょっともう猛録しちゃって史実とは違うって言ってる人もいるから、ちょっと噛み合わないところはあったりはするらしいけど、ね、なるほど、うん、まあちょっといいように書くっていうのもあるでしょうしね、記憶が。でちなみに一番強かったのは俺だって書いてあるからね、あ、新選組でそうなんですよ、そこはね、そうなんです文献によって、うん、長倉さんっていうのは、まあ、要は中の内助の人だったっていう人もいれば、うん、もう最強の剣豪だったっていう人もいれば、そうそうそう、だ多分参考にしてる文献によって違うんでしょうね、うん、そうですね、僕が昔見た舞台でも、うん、長倉陣八はすっげえ強かったです。うん、そうだよね、沖田総司より強かったです。そう、沖田総司もなかなかのやり手だけど私には劣るみたいな感じで書いてんだよ自分の回顧録で。そうですね、あの沖田総司が、まあ、病死っていうのも文献にあるんですか、うん、それはね長倉陣八のあれにあったかどうか忘れちゃったんだけど、病死は病死、あ、うん、まあ肺だったかどうかは分かんないってことですね、まあ、よくなんか、うん、咳のね、あの血の赤白みたいな表現が、こういうことで死んだっていうのは確かねないんだよ。あの、あ、やっぱりあの沖田総司の記憶が細々と言って、はい、まあ、亡くなったみたいな感じだから。そうなんですね、うん、まあ、よくね肺の病気だったっていう表現されますけどね。そうだね、まあ、あれが一番なんですかね、ドラマティックだからっていうのはあるかもしれないですけどね。うん、そうだね、だ、まあ、病弱だったっていうことですかね、それとも何かの病にかかってしまってっていう、ね、老害っていうんだけど、あ、まあ、一種のね流行り病みたいな形だから、その運風みたいなのがあるんだよね。あ、じゃあ急だったんですね。そうそうそう、ずっと元気だったけど、うん、急に。そう、あ、だ、まあ、だからあの時代だったら、まあ、誰がなってもおかしくないし、うんうんうん、ちょっと運がなかったかなっていう。なるほど、うん、あれ戊辰戦争の前にもう死んじゃってますもんね。戊辰戦争の、そうだね、戦ってる最中だね。あ、最中か。最後戊辰戦争 の、 その京都の方で戦ったのところから、はいはいはい、関東に移って最後北海道まで行くけど、はい、うん、のが、まあ、一連の戊辰戦争っていう言い方するんだけど、はいはい、まあ、土方さんとか、はい、まあ、近藤さんとかその流山をの方にこう戦線をね、こう逃げていくわけで、うん、千葉のね、はい、もうその時はもう ついていってないんだよ沖田総司は。もう京都で、うん、そうそうそう、はい、で療養してて、最後まあ関東に来て関東で療養するんだけど、東京で一応ついてはくるんですね、療養しながら。あの、関東までは船に乗ってくるんだよ。あ、船でも、もう前なんかこっちで養生しようみたいな感じになって、で最後はもうベッドの中で、あ、うん、悔しかったでしょうね、それはね、悔しかっただろうね。そうですね、戊辰戦争ってのは要はあの逃げていく戦争ですもんね。そうそうそう、もう追い込まれていっちゃうっていう。でそこはあまりね日本の歴史教育であまり言われないんだけど、戊辰戦争って結構長く戦ってるからね。あ、そうですよね、うん、もうどっかで、まあ、関ヶ原みたいにどっかの場所でドンパチって終わりじゃないですもんね。終わりじゃないから、ずっとずっとずっと、だから白虎隊ね、今度八重の桜っていう作品だけど、あ、白虎隊ね、会津でも戦って最後北海道で五稜郭で、はい、土方歳三と榎本武明が一緒に戦うっていうね、はい、そうですね。あ、そうだ、土方さんは戦線で一番最後まで行ったんですよね。最後まで行って、あ、そうかそうか。で最後その土方さんもあの榎本武明っていうのがその北海道蝦夷共和国みたいなの作って、そこの総理大臣みたいになるわけだよ、はいはい、で土方さんもあの公衆材料としてね、はい、明治政府から榎本さん、あなたちゃんと政府として受け入れるから、はい、土方さんもね一緒に行きましょうよって言われたけど、土方は断ったの。いや私はもう多くの部下たちがこの戦争で死んでったから、 そうですね、その生き残るようなね思いはないと、私はもうここで最後戦うと、うん、そうですね、かっこいいですね。でも榎本明は最後、海軍大将とかなってなったんだし、新政府もね、はいはい、まあ生き残るために、うん、
まあでもすごい優秀な人だからね、それもそれで日本の海軍力をつけるという意味では良かったかもしれない。そうですね、うん、その当時は多分なんか生ぬるいことは言ってないでしょうからね。そうそう、本当にもしかしたらその土方さんがいやお前は生きろと言ったかもしれないし、うん、そうだね、それはもう分からないね、うん、はい、そうね、まあそういうなんかね熱いドラマがいっぱいある集団ですよね、うん、そう、まあ言っちゃうただの警察隊じゃないですか、うん、まあ、ちょっとやりすぎちゃってる警察隊っていうだけの話だし、ちなみにあの新選組の、服装、あれはどっから来てるか知ってる？青いやつ。そう、分かんないですね。あれは、はい、あの四十七地ってあるでしょ、中心村、はい、あれにあやかってんだ。え、四十七地の人たちがああいうのを着て、はい、あの義のために戦ったでしょ、はい、浅野匠の神のために、はい、俺たちは義の戦士なんだってことで、ああいうタイの服を着て、はい、みんな一致団結して戦うっていうのにあやかってんだ、はいはいはい、なるほどね、うん、そうですよね、なんか珍しいですもんね、ユニフォームがあるっていうのは。そうそうそう、あで義でなく誠と、そう、あなるほど、うん、熱いな。じゃあ 青には別に意味ないんですか。青にはねそんなに文献には書いてないだろうね、うん、誰かまあそのトップの連中がなんか青でいいんじゃねって青でいいんじゃねって決めたんですかね、うん、デザインがじゃあその忠臣蔵のああいうそっちもそうだったんですか。そっちのイメージちょっと分かんないんですけど、デザインもそう、あのギザギザ のそう、うん、あれかっこいいですよねあの袴ね、うん、で新選組っていうのは最初局長が3人いたから、はいはいはい、もともとね、はい、あの芹沢鴨と、はい、本土勇と、はい、あと新見錦っていう人がね、新見さん、うん、新見さんはあれ何でしたっけ、芹沢に切られたんでしたっけ。新見はあの芹沢に切られたってわけじゃなくて、あの自分で切腹、あのタイに背じきまじきことをしたわけ。なんかやっちゃったのか、うん、そうそう、なんか最初の頃になんか死んだなっていう記憶があるんですけど、なんかね確かね自分の賄賂じゃないけどこう懐に金入れてたみたいな疑いをかけられて、で近藤たちが、はい、タイのねその規律を乱すようなことをしてんじゃないかってことで、うん、そうでしょう、あの芹沢さんっていう形で、芹沢も西、はい、新見と仲良かったんだけど、はい、そうだな武士に背くことだなってことで、うん、まず新見を殺しちゃって、はいはいはい、でそうすると芹沢カーモが孤立していくから、はい、そうですね、で近藤一派になっていくわけだね、芹沢、うん、さんもやりたい放題でしたね、やりたい放題、うん、そうか、うん、あれ芹沢を殺したっていう表現になってたんですかね、 NHK のドラマだと、うんうん、あれも史実なんですかね。あれも史実、ああもうやりすぎちゃったから、芹沢を酔っ払わせて、はいはい、うん、そうですね、まともにやったら強いですからね、うん、で八木邸の方で襲いかかって、はい、だから八木邸 の柱とかにもいまだに刀傷が残ってるわけだから、うわいいなそういうの、うん、すごいよ、京都行った時にあの駐屯所、うん、あのもちろん復元されてる方じゃなくて、うん、駐屯地跡の方に、うん、よく行きますけどね、うん、石碑が立ってるところに、あれだから中学校とかさ、まあ、高校とかの修学旅行でさ京都行くけどさ、はい、そこまでのさ知識がさまだないからさ、そうなんですよ、うわ金の金閣だ、金閣寺だぜとかさ、うわ金閣寺は銀じゃねえんだぜみたいな、そう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 、単純にそれで見ちゃうけど、そうですね、ゆくゆくはやっぱ幕末とかのね、その動乱をどこでこう、そうですよ、池田屋事件があったのかとかさ、そうそう、大宮はどこにあったんだとかを知って行きたいよね、行きたいです、うん、実際僕もその勉強した上で行ったらもう全然違いますもん、京都の顔色が違うよね、はい、すごいですよ、重っていう雰囲気が、うん、全然ね、もちろん街並みの中にポツンとあるだけなんで、うんうん、そんなに雰囲気はないんですけど、うん、知ってる上でそこに立つと、うん、あここにいたのかと、うん、思うと、ここで刀振ってるやつがいて、ここで切腹したやつがいて、うん、って思うとなんか動けなくなりますよね。そう、わかる。あれは、うん、で金閣も銀閣も結局作った人がいるわけですからね、うん、そのどっかの設計士が図面引いて、うん、あじゃあ金箔でも塗りましょうかじゃなくてもうどっかのやっぱね、あれ足利秀吉でしたっけ、金が足利義満、うん、三代将軍、そうかで銀閣寺が足利義政、義政、うん、が八代だったかな、六代だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、あれも結局古武のためですもんね、
実力っていうか、そのそうそうそう俺こんだけ金持ってるっていうか、まあ、すげえんだぞっていう。でそう、足軽義政の時代は銀のこう張るだけの力がな、財力がなくて張れなかったんだけど、はい、でも実際は歴史的な意味で取ると、はい、銀閣寺の方が絶対見た方がいい。うん、そうだね、うん、いや全然違いますよ。なぜかっていうと、はい、書院作りっていう作り方をしてて、はいはい、今のみんなの住んでいる 家の一戸建ての間取りっていうのは、うんうんうん、そこが元になってるわけ。はいはい、そうですね、うん、あの元祖耐震構造ですよね。そう、もうあれはわびさびとかやっぱり結構こう和風な家には残ってるけど、はい、それはやっぱりあの書院作りから来てる。そうね、うん、大工さんなんかも多分参考に見る人もいるでしょうしね。いるだろうね、うんうん、これかこれが基本かっていう、ね、うん、そうですね。で金閣の方はあの、まあ、金閣も中覗けますけど、うん、まあ普通ですもんね。そうなんかまあお飾りじゃないですけど、だから雪の時はいいですけどね、あれね、うん、だから金閣寺とか見る時もまあ幕末のね人たちもこういう風に金閣寺を見てたんだなって思うとまた違うんだよね。そう、あ、そうですね、うん、そう、時代設定的にはものすごい古いですからね、あれ、うん、でその後に新選組がもしかしたらあそこで酒盛りやってたかもしれないし、そう、うん、そう、そういうこと想像しながら見るとね全然違ってきますよね。全然違う、京都の街。そうなんだよ、大好きですよ本当。まあだから新選組のところで言うとやっぱり一番隊隊長が沖田総司、はい、二番隊隊長が長倉新八、はい、三番隊が斎藤はじめ、はい、斎藤はじめが結構流浪の剣士で出てくるんだよね。そうですね、うん、でも斎藤はじめも長く生きたでしょうね。斎藤はじめはあの本当に警察に入ったんだよ。あ、そうなんですね、うん、あれ史実。あ、事実なんだ、うん、それであの後世までずっと生き残ったんだよね。あ、そういうことなんですね。そう、あ、長倉新八はまあ記録に取った人、記録にのそう取った人で、斎藤はじめとかはさっきの何でしたっけ、で榎本武明、榎本さん、そうそうそう、うん、とかはじゃあまあ政府側に引き抜かれて、そうそうそう入ったと。そう、まあ、それで土方は嫌がって最後死んじゃったけどね。他にいるんですか、なんか引き抜かれた人。引き抜かれた人はね他にいるんだけどあまり俺も記憶に残ってないね。あ、じゃあまあ原田佐之助っていうのが、うん、何番隊だったかな、10番隊だったか、10番隊ですね、はい、10番隊の隊長にいたんだけど、はい、この人はいろいろあの別れての死んじゃったっていう人もいれば、ほうほうほう生き残ったっていう言ってる人もいるし、それはちょっとね意見分かれてるんだよ確か、はいはいはい、原田佐之助は。佐之助もルロニケンジ出てきますね。あ、出てくるっけ、はい、全然別ですけど、あ、白虎隊じゃなくて赤虎隊の生き残りとして出てきます、うん、あ、そうなんだ、はい、で名前は原田佐之助なんですけど、うん、まあ、それを赤虎隊が亡くなって、うん、その赤虎隊の隊長が相良、うん、相良なんとかさんっていう方 で、うん、でその名前をもらって相良佐之助っていう名前で一応ルロニケンシの世界には出てきますね。ただそれにはあの多分原田佐之助本人の方は槍だったと思うんですけど、うん、こいつは残馬刀ですね、うん、まあ似たような感じに多分寄せてるんでしょうけど、うん、まあこう力自慢というか、うん、馬鹿力でこう残馬刀振り回すようなキャラでやってますね、うん、あの山並宗介っていう、はいはい、三男さ、あの総長いるんだけど、はい、これを堺雅人が大河ドラマの時やったんだよ。あれ良かったですね。これすっごいね、はい、堺雅人の評価があって、はい、やっぱりあの山並みさんの最後、はい、白痴の演技だったから、うんうんうん、もう一回見たいってことだけで、はい、あの回だけ再放送したからね。え、あ、そうなんですか。そう、あの回だけ、あの回だけしたんだあんな思いとこすごい。いや、確かにね、すごかった。山並さんってそんなにね新選組でもクローズアップされる人物じゃなかったんだけど、そう、あれな、会計係でしたっけ。いや、あのね、幹事みたいな感じだね、幹事長みたいな感じ。そうそう、ね、あの今自民党で言うと、はい、まあ全体的な、そう、はい、はいはい、だからね、あれが結構ねいい役、いろいろとなんか読んだなんか分かんないんだけど、そうそう、役作りがすごかったんだよね。そうです、はい、あれ素晴らしかったです。うん、あれはね多分大河史上に残るね、うん、名演技ぶりだと思うんだよね。そうですね、うん、いや、よかったな。酒井さんってやっぱ佐藤浩市と、うん、よかったですね。まあ新選組って言ったらやっぱり池田屋事件だけどね。はいはい、池田屋事件って何のじゃあ歴史的な意味があったのかっていうことだよね、はい、はいはい、そうですね。で結局池田屋事件であれ新選組が、まあ、後のね明治政府を作るような人たちの一角を
まあ根絶やしにしたわけだけど、ね、結局明治政府ができて、はい、幕府が倒れたわけじゃない、はい、じゃあ何の意味があったんだってことだよね、うん、あそこ桂さんがなんか うん、いる予定だったんですよね。確かいる予定だったの。でもいなかったんでしたっけ、逃がしたんでしたっけ。桂さんは情報を察知してその場に行かなかったって話だよね。行かなかったんですね、うん、さすが先を見る人は違いますね。違うそうかそうか、そうですね。でもまあ要は池田屋がなければ、うん、明治政府ができるのがもっと何年か早かった、何年か早かったって言われるだろうと、うん、それぐらいのことをしたわけですよね。結局あの事件があって、はい、まあ急先鋒だよね、うん、新政府 の、はい、のが殺されちゃって、はい、じゃあもう長州の人たちも、はい、これじゃあもう俺らこの火薬をねもうね爆破させるしかないだろうっていう話で、はい、浜栗御門の戦いみたいなのが、はいはいはい、起こって、はい、まあ天皇のねいるところをこう大砲持ってって、はい、ボーンって投げ大砲をねこう、はい、放り込んじゃうわけだよ。それに対して、はい、当時の幕府たちは対抗して、うん、一回はその長州のその暴発を止めるわけだよ、はいはい、止めて長州征伐とかもして、うん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 、もう長州終わりだろうと、はい、いう話があったんだけど、はい、それを作ったのが高杉晋作なんだよ、はい、晋作さん来ましたね、クーデター起こして、はい。